悪い夢でも見たか。私はここだ。ずっとここにいる。心配ない。ただの夢だ。探し物か？ベッドの下に何が、いや、寝ぼけているのか。私の手を握っていろ。落ち着くから。手が温かい。当然だ。君の手も、温かいな。君の夢では私は冷酷で、体は冷たかった。はぁ、ありえない。逆夢という言葉があるだろう。神の姿をかたどった像だ。どうやって君を安心させればいいか悩んで持ってきたんだ。これは悪と闇を払う神だ。鱗と角を生やし、茨の杖を持っている。お、なぜ笑う？私がこの神に似ている？私がこれに？ああ、そんなことを言ったのは君が初めてだ。私にとって神はただの物語だ。信じたこともない。でも二人でそういった物語を集めるのも悪くないな。いつか子供に話して聞かせられる。君が眠れない時には隣で読んであげられる。まだ眠れないか？ほら、もっとこっちへおいで。今日の君はまるで子供みたいだな。眠れないなら私がずっとそばにいよう。君が眠たくなったら私も一緒に眠ろう。こうやって目を閉じれば夢の中でも君のそばにいてあげられる。君の夢を、ああ、できる。私なら夢に関与するなど造作もない。君の悪夢を私が消し去ってあげよう。こういう時、魔術は便利だ。何をしてほしい？言ってごらん。それでいいのか？君の望みなら喜んで何でも叶えてあげよう。